入山勤堂は日本の政治家。広島県大竹市長。広島県大竹市出身。1969年3月、早稲田大学理工学部卒業。同年4月、三菱商事に就職。1970年、実家の泉産業株式会社に転職。2006年6月25日に行われた大竹市長選挙に自民党、民主党、公明党、 国民新党の推薦を受けて、立候補。現職の中川博士、神尾哲夫元市長の次男の神尾光輝らを破り、初当選した。2018年、元市議の自治域キワムを破り四選。2020年3月28日、広島地検は、前年の参院選における、広島県選挙区をめぐり川井勝行川井安里夫妻が、 票の取りまとめを頼む趣旨で入山に現金を渡した可能性があるなどとして入山に任意聴取を行った。また、携帯電話や手帳が押収された。入山は現金の受領を否定し、取材において次のように証言した。2019年3月頃、河合克行が入山の自宅を訪れ、妻の安里が自民党の公認を受けたことを報告し、 一つよろしくと言いながらテーブルに封筒を置いた。入山は中身は現金と思い、金のために応援するわけじゃない。バカにするなと言って封筒を突き返したという。ありがとうございます。